おはようございます。おはようございます。はい、今日はですね、盆栽世界さんとのコラボ動画、はい、ということで、9月4日発売の盆栽世界さん10月号ですね、ここでの特集をやるということで、今日はこんにちは、盆栽世界の編集長、篠宮さん来ていただいてます。盆栽世界です。はい、どんなことをやられるんでしょうか。今回はですね、はい、春から夏にかけてこうやってビュービュー伸びちゃったような盆栽をこうなっちゃった時にどうすればいいのかっていうことを、まあ、主に剪定なんですけど、それを日馬さんにちょっとやっていただこうかなと思ってまして、なかなか手が回らなくてこうなっちゃったっていう、そういうパターンって結構多いと思いますので、私にぴったりの今回は企画ですね。手が間に合わなくてこうなっちゃったっていう、まさしく、はいはい、これ実際に実際になるの、そうそうで、多分日馬さんこういうのあるんだろうなって想像して電話くれたんだと思うんですけど、結構その通りなんですけど意外に動画嫌いじゃない。いや まずちょっとお勉強。お勉強。はい。まずその伸びすぎた枝はどうするのっていう話なんですね。で、今日は実は臓器編と小白編に分かれてまして、はい、数があまりにも多いんで、はい、今回は臓器編ということなんですが、臓器はですね、やっぱり小白と比べて芽吹きがものすごくいいです。ですので、まず基本は輪郭を整える。もう用意しました。はい、はい、輪郭を整える恒例の、はいはい、これですね。もうこれに尽きるんですね、うん、極論から言うと。でさっき言ったように、臓器は芽吹きがいいので、多少切りすぎちゃったりとか、やっても全然問題ないので、こういう、まあ、イメージですけど、こういうような、こういう伸びすぎたやつをですね、こうみんなこう切ってって、見えない？枝の棚なのかな、それは。枝ですね。あ、そういうことですね。そう、こんな感じで。はい、ということで、こういう伸びたやつを切って、整えていくというのが基本です。大前提。で、その下にですね、2つあります。はい、これはもう今日皆さん覚えて入ってください。はい、ここは結構、盆栽球で話してるんですけど、うん、目の方向を考える、はい。これすごく大事な話で、意外と臓器やってる人、しない人多いです。枝がツーッと伸びますね。でここにこう葉っぱが出ます。ここの葉っぱの上で切るとここに芽ができますので、こう出ます。全然手で見えなかった。はい、そこのどこで切ると、はい、そうですね、ここで切るとここに芽ができますので、こういきます。あ、切ったところの下の芽が伸びる、はい、葉の部分から芽が出る、葉っぱの上のところに芽ができて、そっち方向に次の枝が切る出ます、はい、なのでこうやって、例えばこうやってV の字にあった時に、これを外行くとどんどん広がっていっちゃう、うん、で内側に持っていきたいんで、ここで切ってこっちにやる、もしくはここで切ってこっちに持ってくると、はい、というのが芽の方向を考えて枝を切る、うん、はいはい、葉っぱのある方向に次の芽が出ますっていうのが一つで、もう一つ小枝を作るっていうのが、これがね、ちょっとこの何度かやってるんですけど、うん、ね、皆さん言うのは二葉の構成っていうんです。よく聞きますね、うん、じゃあなんで1枚じゃダメなのか、うん、なんで3枚4枚じゃダメなのか、3枚でいいのか、4枚5枚じゃダメなのかっていうのをちょっと説明を、はい、はい、とまず1枚で切る場合ですね、そうするとここに枝がスーッとこう、先ほどの話ですね、出ますね、うん、でここに葉っぱがつきます。でこれはやがてこう枯れます。この葉っぱはまた一つ残して切る、またここから1枚、そうすると結局こうポッ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 って枝がずーっと丸して、先端に葉っぱが1枚だけ起きる、枝分かれしないってことですね。枝分かれしない、小枝が作れない、うん、なので1枚はもう絶対ダメ。はい、今説明した通りですね、うん、ずーっと枝が伸びて葉っぱは1枚しかないから小枝が作れない、はい、で2枚から3枚がいいですよ。で2枚にするか3枚にするかっていうのは、先ほどの方向性を考えて切ってもいいです、うんうんうん、4枚以上だったら4枚5枚あれば枝が4つも5つもできるじゃないかって、欲張っちゃいけないんですよ。欲張っちゃう。例えば小枝をいっぱい作りたいから、じゃあ、葉を5枚残しましょうと、はい、言った時どうなるかっていうとですね、今度はね、長芽優先という、長芽、長芽、長い芽、長芽っていうのね、こっち長芽、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 放送できなくなっちゃう。何しろ先端が強い、うんうん、だからここが残すと、ここは出ます、確実に、はいはい、先端の方が強いから、うん、そうすると次にもしかしたらここも出るかもしれない、
でもここ出ない可能性が出てくるんですよ。なるほど。その4枚5枚って欲を書くと、はいはい、なんで、さっき言った2枚っていうことはここで切って2枚残すとここは確実出ます。ちょっとここから出る可能性が高いんですね、うん、だから2つか3つっていうのはこっちに出させたいかこっちに出させたいか、はい、それによって2つでも3つでもいいですよっていうのは私は推奨してます。うん、はい、必ず2つって言うんだけど2つっていうと方向性決まっちゃうじゃないですか、はい、だから、まあ、3つまではいいんじゃないのって言うんで、うん、2波2波というのをやってここまで欲をかかないと、はいはい、いうことをちょっと説明したい、はいはい、っていうのがお勉強の話で、とはいえ最終的には輪郭を整えるでいいんじゃないか、うん、という話に戻っちゃうんです一応説明したかった、はいはいはい、ということですね。でこのやつはもう簡単、もうどっちの刃が1枚ある2枚があるかもう関係なく切っちゃう。長寿梅、うん、例えばじゃあ3つ残してここでやりましょうって言うとこれ軸伸びちゃうじゃないですか。ここで切りましょうって2目残して2目残して、あ、3つここでもいいや、うんうん、2つ3つ残して、はい、ここで切りましょうって言ってそれ言ってこの軸ってこれ絶対残るわけですよ。であればもうこういうのは切り込んじゃってこっから吹くのを期待すると、まあ、どっちにしろって感じなんですね。あ、そう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 、一目しか出ないなら、そうだからどっち出させたいとか2波、2波残すのがいいよって言いながらも最終的には輪郭で揃えましょうっていうのは、うん、まあ、優先順位的な感じで考えておけばいいですかね、うん、そうですね、そう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 、そういう基本を知りながらというところで、これはやります。これもだからさっき言ったこう2つ分かれてますよね。はい、欅、あ、欅、そうするとこれは外へ外へ向かっていっちゃうよりはここだと内側に 1,2,3 番残していこう、うんうん、そうするとこの上から今度内側にこう芽が出てきますから、はい、でこういうところとかこういうところから芽が吹いたらラッキーだねと、うん、これもそうですね。ここにちょうど同じところにありますよね。4枚に4枚残ってますね、うん、そしたらこれ切るか。下に3つ残ってる。あ、こっちもだ、ごめんなさい。あれ、ハサミ切れなくなっちゃった。あれあれ、あ、あった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 、ここにちっちゃいのあったから 1,2,3 あ、いいや、あ、だここにしよう何が起こってるか分かんないですよ。ごめん、盛り上がってる、一人で盛り上がってる。ここにちっちゃいのあった 1,2 あるからここじゃなくてここまで切り込んじゃおう。あ、その下まで、そう、下まで。あ、こっちの方が見やすい。しやすぎて分かんない。いやいや、リアルで書いて、リアルで、おう、この辺で分かりやすいです。うん、はい、そうですね。そうすると詰まってきますね。単純にこう切っていくんじゃなくて、うん、ちょっと意識してってことですね。そうそうそう、少し頭に入れながらですね、うん、一応、はい、でと言いながらもこうある程度輪郭を揃えていっちゃって、うん、切っちゃうよと、はい、という感じで輪郭を整えるに戻るということですね、はい、これ繰り返しです。この枝、この3本伸びてますよね。そうするとこれ、この枝どうするのって言ったら1,2で、これが内側だからここはベスト。はい、OK です。はい、はい、あ、そこでまた、はい、でここは、まあ、今お話やりましたけど、1,2,3 はここなんですけどちょっと長すぎちゃう、うん、あ、ほら、ここにちょうど芽であるじゃないですか。見えますかね。取れるといいんだけど、ここに芽が、ここその枝元ですか。枝元、はい、このポチッと、うん、ポチッと、あー、本当だ、なんかありますね。ね、なのでここはもうここだと長すぎちゃうんでここで切って、ここから出た芽っていうのはもう針金で強制的に持ってくるしかない、うんうん、ですね。 2つ残して、そう、2つ残して輪郭を優先したと、芽の出る方向ではなくてですね。そうそうそう、おしゃれなポーズになってます。これです。何ポーズ決めてんだって。やけ、ためるためるやだ、そっか、まだ、あ、いいですね。はい、切ります。はい、はいはい、こんな感じで。言い忘れました、イワシデです。申し遅れました、イワシデです。ここら辺ももう輪郭ですね。ここら辺は何だろう、 1,2,3 かな、ちょうど3で輪郭ですね。どうかな、これ完了。じゃあこれはフェスで治るんですか。もう片付けないといけないんで、はい、はい、で、これが終わって、あと今度は見物の話をちょっと、はい、これは
これイボタです。はい、はい、で、花のつき方と実のつき方って木によって違ってて、枝の先端に花が咲いたり実がなるもの、うん、と割と内側の方になるものがあります。でこの、梅もどき、梅もどきだけどもこれちょっと実が小さい方だと思うんですけどね、うん、これは、割と懐の方に実が あるので剪定しても実が楽しめる、はい、でこれは見ての通りで先端に、まあ、花が咲いたはずです。イボタってこう白い花が咲くんですけど、なので、こういう実を楽しむんであれば、こういうのはこれもしかしたら飛んじゃったかもしれないんですけど、これは剪定でこれやっぱり輪郭を揃えるような、はい、今日は実がないからってこと？実がないからですね。実がないから輪郭をちょっと、これもですね、この辺も、はい、切っちゃって、これも全部切っていっちゃいますね。はい、はい、で実のあるところは、うん、実のあるところは実を楽しみたいんであれば残す、はい、これとかこれですね、うん、先端ですね。とりあえず残してみましょうか、どんな実になるか、うん、あんまり私もイボタの実見たことないんで、いっちゃいます。これも今年あれですか、手つかずの、手つかずですね。手つかず多分4月から何もやってないと思いますね。だ花見てないんですよね私ね。はい、お願いします。はい、え、頭も渡ってるぐらい距離だから接近して声が生まれそうな。そう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 、で、はい、イボタ葉っぱも多分篠宮さんが詳しいこう順番に出るやつ、一緒に五星、五星です、五星、五星です。さっき私が説明したのはこう順番に出るやつ、はいはい、でこれは一緒に出てるから、一緒に出るやつは、一緒に出るやつは耐性じゃん、耐性、ええ、そうか、さっき、はい、さっきのが五星、さっきのって何？どれ？この説明したの、絵で、あ、そうしたの五星、順番に出るのは五星、五星、はい、互い違い、互い違いの五星です、うん、でこれは胎生、同じところから2本、2枚葉っぱ出るんで、ああ、だからオリーブとか、はいはいはい、胎生の場合はそれも2芽でいいんですか？まあ2芽です、両方だからこう1、2とか、うんうん、はい、だから胎生のものは貫抜きになりやすいのかな、真ん中残ってその両サイドが出てる、うん、でもそこで切ると切るか、そこから2つ出るから切んなきゃ伸びてきますもんね。そうそうそう、なるほど、うん、あの体勢なんだけど、そこから芽が2つこう出るんで、もみじもそうか、あ、そうですね、もみじですよね、そうですね、もみじもそうだ、そういうことか、そう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 、いや、あと先端がね結構葉っぱが大きいんですよこれ、はいはいはい、うん、なんで、大きい葉っぱを切っていけば、うん、ちっちゃい葉っぱがずっと揃うと思います。なるほど、ちょっとそこまでやってみましょうか、はい、大きいやつを切っていっちゃうと多分ちっちゃい葉で揃ってくると思います。剥がり的なことなんですか？まあそうですね、ちっちゃいのがここに下にちっちゃいのが残ってて、はい、大きい葉っぱこんな全然、はいはい、3倍ぐらいありますよね、3倍、はい、はい、ここですね。だからこれはいわゆるハスカシになるかもしれないですね。あ、はい、って言っといた方がいいですかね、はい、いわゆるハスカシと同じです、考え方、考え方がね、うん、大きい葉っぱを切ってってね、9月で開けると大丈夫なんですか？いいんじゃないですか、9月で葉っぱ残ってるから、元の葉っぱが、うん、全部ね切っちゃうのと違うんで、そうですね、そうそう、だからこれも、今年期待というよりは来年の春目出しを期待ですよね、はい、はい、あ、綺麗にね、バーッと形ができて、なんかこんなのもお遊びでいいかもしれないですね、うん、ね、これだから輪郭が揃った感じしますね。そうですね、まさしく輪郭が揃ったで、うん、もう失敗はないですから、もう芽吹きがいいんで、はい、でさっき言ったそのいわゆるハスカシというか、うん、先端の葉を大きいやつ取って、ちょっと来年のまた春からですね、プクプク吹くんじゃないかと思うんで、そういうことの準備がまさしく今10月違う9月、9月ですね、はい、9月の作業だから今年の芽吹きっていうのは期待してるの、まあ、剪定じゃないということですね。あくまでも来年の春の芽吹きですね。芽出しが揃う、芽出しが揃う、揃うというか、まあ、懐から出させるために今のうちに大きいやつを押さえておくよということですね、うん、でまだこれから10月肥料あげられるじゃないですか、だからそれでまたね栄養蓄えて冬を越して春にプクプクっと、ね、元から吹いてくれれば、うん、ということで小さく揃いました、はい、はい、ということでこれは見物の話ですね、うん、ごめんなさい、これ時間かけすぎちゃったんだけど、でこっちの梅もどきは、懐に実があるんで、枝作りをしながらこういうとこ切って、はい、はい、ちょっと切って、はい、
っていう感じですね。これもそうですね。これはだから実を残しながらも、うん、詰めていくような、うん、そうですねという感じですよね。はい、認定を追いまして、はい、あとこういう、まあ、矢ごめっていうんですかね、はいはい、こういうのはもう取っちゃいます。使えないんで。それって残しておくと良くないですか？良くないですよね。こっちに何の太るんだったらいいですけど、相当時間かかる。まあいずれにしてもこれ取っておくと上がね弱っちゃうんで、取りますね。これも取っちゃいますね。これとかこれとか、はいはい、これですね、うん、はい、それは差し枝があるから。そうですね、それより低い細い枝はいらないと。いらない。これは枝ならない、枝元ですからね。うん、まあいいんじゃないですか、完成、うん、形としては、はい、うん、綺麗ですね。いいですか、うん、ちょっと動かすとピントが。あ、そうかいつも、はい、はい、こんな感じで。はい、こんな感じで、はい、はい、うん、口なし。口なし、はい、口なしは、そう、3種類というか、これが割とこう紐っぽい長いやつですね。で、あとだるまって言ってこう丸いこういうのもあるんですよね、はいはいはい、で、あとこれがね、キヨホマレって言って葉っぱのちっちゃいタイプので、どれも一緒で、すごく元気です、はい、だからどんどん切り込んでいっちゃってもいいんで、結構、切り込んでいきます、深いこの辺まで、ね、はい、ダメ残して。そうですね、まあ一応2つぐらい考えてですね、うん、2つで、あとこれもそうですけど葉っぱ切ってますよね、うんうん、だから見栄えよくするのはさっきの話じゃないですけど、正面優先でこっちから出てこっちから出ないといけないんで、これも切ってちゃってもいいと思います。これぐらいやっても全然口なし平気だっていう、ものすごい胴吹きがいっぱいするんで、あれ、これもあれですね、来年の出だしのためですね。はい、こんな感じで、こんなところかな、はい、まあ、だから来年のための仕事ってことで。そうそうそう、来年のための仕事で。今の見栄えはどうこうじゃないですか。そうですね、で、丈夫だからこんだけ切り込んでもいいよって、はい、まあこれも同じように、これもだから芽を詰めていくだけ、ね、そうですね、これ詰めていくだけですね。これいい鉢ですね。それを、有機小石、あ、それ球鉄を、鉄をそれが言いたいかったため、鉄大鉢ですか。これ鉄大鉢読めないけど読めなくなっちゃった。黒いから、そうそうそう、これ良くなっちゃいますよ、これこれいい、これ良くなっちゃいますよ、これ、うん、形は、まあ剥がりは必要ないのかな、こっちは、うん、まあ剥がりっていうか、もう本当に先端詰めていって、でちっちゃいのがどんどん出るんで、必要ないということです。必要ないということですね、はい、話が途切れるやつですね、うん、語ることもできるから。あ、そうですね、語りしちゃうとね、どうしても。あ、そう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 、あ、だけどこれあれですよ、展示会出そうとも出せますよ、これ出ますよね、うん、そういえでね、今年の11月に出しますね、鉄鉢で、あるんで、鉄鉢でね、ぜひ。まあいっか、はい、はい、こんな感じで、いつものまあいっかで、まあいっか、はい、整いました、うん、ということで、もう口なしは本当に何も考えなくていいです。あ、うん、いたでかいのが、ほら、うわー、これがね、葉っぱを全部食べちゃう、食べちゃうんですね、うん、いました、ね、青虫くん、青虫くんいた、またいるかもしれないね、さっき、いいかも、消毒した方がいいかもしれない、ね、剥がりの役目をね、してくれる場合もあるんで、剥がりの役目で済めばいいですからね、済めばいいけど、全部ということで、まあ、はい、それは何でしょう。これはね、土佐水木ですね。土佐水木、はい、土佐水木で、まずこういう矢ごめを取っていっちゃいますね。いっぱい出てるんで、まあ、こういう性質だってことですよね、うん、こういうのとか、こういうのとか、あと前の方ちょっとうるさいやつがあるんで、はい、これも取っていっちゃいますね。お、来た、今日は台風直撃でございます。直撃です、はい、一応言っとくと8月16日はい、はい、避難してきた、ね、こんな日にやるのかっていう話ですよね、うん、はい、で同じようにこれもですね、はい、いきます。これも放置してた、放置してた、まあ、手つかずの、私ならではの放置してたやつですね。だから株立ち作りたいって言って初期の段階だったらあってもいいと思うんですけど、うん、もうこれだけ上がもう模様もついて太くなってるのに、まあ後から追いつくかっていう話ですよね。よっぽど欲しいところに出たやつは使うケースもありますけど、うん、はい、そうでなければ、取っちゃうと。葉が焼けてるんですか、それは。焼けてますね、これもね、ちょっとやっぱり
日差しですかね。こう環境はいいんでね、うん、でこれも、葉っぱはもう輪郭を揃える、まあ、こういうのはだから切れないですよね、ないから、うんうんうん、こういうやつは。あ、なるほど。これはね、だからあと長いやつを少し追い込んでいって、おそらく今分化期っていうのが、花芽です、ね、7月から8月入って今花になったってやつですね。今私花になったの。花芽です。だから僕あんまり切れないですねこれね。これこそ先端のさっきあったように大きくなった葉っぱとかを切っちゃうのかなとか、うん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 、あ、そうですね、大きいんでね。これなんかもちょっと花芽が単独になっちゃいますけど、はい、ただこれここに葉っぱがあるからうんうん、はい、うん、切りますね。はい、これね、ちょっとあれですね、傷んでるやつ切りましょうか。焼けてるやつね。だからまあ花、場合によっては花芽も諦めて懐からもう一回また芽を出させると。秋に花咲くってことですか。いつだろう。その時期は3月、4月、4月ぐらいですね。そんな先なんだ。だそうです。木山さん、花とか実とかあんまり興味ないんですよね。興味ないから気にしてないですね。気にしてないですね。もう花とか取っちゃいますもんね。そう、だからお祭りの時もね、あの花咲く木はね、花芽どこですかって言われて、いや全部取っちゃってますけどって言われて、うん、そうなんですよ、うん、でも花芽って分かっていれば、うん、残すこともできるわけですから。まあね、楽しもうかなと思えばね、はい、残しておいても構わないですよね。なのでそこだけ皆さん理解していただければ、はいはい、そうですね。こんなところでいいかな。はい、ということで、はい、土佐瑞希ですね。土佐瑞希。はい、土佐瑞希でした。ということで、お昼します？お昼にしましょう。ね、はい、あれ帰ってきてからすぐバーってやっちゃいましょう。はい、はいはい。じゃあ、ということで、ちょっと休憩タイムで。はい。はい、しばしお待ちください。はい、せーの。はい。戻ってまいりました。はい。じゃあ、ゴーノブを。はい。はい、もうこれもうひたすら切る。何ですか？これはね、金華山ガマズミという、ものすごいですね、旺盛ですよね。うん、元気が良くて。ね、だから。手つかずですね。手つかずですね。はい。手つかず。いや、私が言うと、卑猥になるんで。切るだけですか？これは。切るです。もう切るだけです。ひたすら切るです。はい。もういいから切れってやつですね。どんどんいきますね。わかりやすくていいですね、こう。わかりやすい、わかりやすい。だからこれはもう、あんまりその葉っぱがどうだとか関係なく、うん、もう輪郭に合わせて、はい、はい、切ってきます。どんどん、じゃん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 。何節残すとかそういうのも、もういいです、いいです。だってこんだけ葉っぱあるんで、で少し逆にこう伸びたやつもね、ちょっと切りますけど、こんな飛び出したやつも。はい。じゃあ切るで。はい、あとこういうやつですね。こういうのいらないんで。ヤゴですね。ヤゴですね。他もね。はい。ヤゴ枝も切りました。枝も切ります。はい、本当旺盛なんでね。だからちょっと太りがね、気になりますね、逆にね。太っちゃう、うん。うん。足元はね、これなんかすごいいいですよね、太ってね。うん、足元はいいんだけど、幹の途中がちょっと一箇所太っちゃって、この辺ね、ここ。ああ、その辺がやってね。そうそう、これね、削ったんですね、ちょっとね、太りすぎて。でも肉巻きもいいですね、これね。金華山ガマズミ。金華山ガマズミ。これは、だからこれもそうですね、今、ここ細くて、ここ枝いっぱいあるから、うん、固まりないそうですよね、太っちゃって。うん、そしたら、こういうの抜いていかなくちゃいけないってことですよね。ああ、その太る部分に殻出てる枝。そうそうそう、この上、太っちゃいますよね。っていうか、もう太り始めてる枝をいっぱい抜いていかなくちゃいけない。これいいか。ごめんなさい、枝抜きますけど。これね、太っちゃうんで、はい、もうこれ以上太らせないように。うん、はい。これ、内側から出てるんでね。はい。これ切りますね。いいですか。枝数が減ったから、うん、その部分的に太ることは。抑えようということですね。まだ3本ぐらい出てるの、うん、4本で同じとこから。そうそうそう、この辺は少し。削って太っちゃってるから細くすると。そうそうそう、でもまた巻いてきたら太くなりそうじゃないですか。そうですね、だからそれを計算して削り込むってことですね。深めにじゃあ、うん、あそうだ、ここまたワンポイント、肉巻きをするためにこういうふうに太く削るんですけど、巻いて平らになればいいですけど、ゴチってなる場合があります、うんうんうん、それを、予想してこう深く削り込むんですけど、はい、削り込むことによって
こう巻いてってボコッと出るケースがあって、はい、楓とかモミジは実は気をつけないといけない、うん、だからそれのために深く削り込んでやるのは逆で平らにしてそこに皮膚を再生するみたいな、うんうんうん、肉を任せるんじゃなくて皮膚を再生するみたいな形で、うん、あのアルミ箔貼ったりしてありますよね、はい、例えば炭を塗って、うん木工用ボンドを塗ってと水苔を貼っとくだとか今言ってその肉巻きではなくて皮膚を再生させるいやいやめっちゃ忍さん入ってくるなとあまたそれもまあそれもまたそうそうなるほどだからあんまりだから深くやるだけではなくてじゃなくてそう2種類やるよっていうのはちょっと覚えておいた方がいいと思いますね、うん、今言ったカエデとかモミジは気をつけた方がいいですね、うんうんうん、なんかいろいろありますよね、うん、例えばこの今塗るやつによって太り方が違うとか、うん、あそうそうそうよくねあの買ったこれは結構ね嫌がる人いるんですよね特人の方が肉巻きがいいとか肉巻きがいいって聞きますよね、うん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 、どっちかっていうとこの風に当てないで皮膚を再生する、うん、あれ見てあれですよ傷パッドみたいなそうです、ね、大丈夫かな傷パワーパッド傷パワーパッドね、うん、あと昔はだからあれは通気性が良くないと蒸れるって言ったんだけど、うん、完全にあのかぶせちゃって、うん、で肉を再生させるんですよね、うん、あの肉から皮膚をね、うん、そうそう僕らの時代だとかさぶたにした方がいいって言われてましたもんねあそう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 、そういう時代そういう時代でも一個ポイントかもしれないですね、うんまあ、この木だけに限らず枝がね、うん、いっぱい生えちゃってるところは取りやすいからっていうことですね、はいはい、そうだからこれ肉巻きから本当は削っちゃいけないのかもしれない、うん、やったけどそういうのでもあるよっていうのはね知っといてもらって、うん、木の性質によって使い分けた方がいいですね、はい、はい、だいぶすっきりしましたはい、はいということで、うん、まあ太っちゃうんで、こういうのをね、剪定するのもいいかなって、いい時期かなっていうことですよね、今日の時期って話では。9月頃。9月頃。だから9月は意外とね、8月やる仕事ないって言ってるんですけど、9月はちょうど境なんで、うんうん、さっき言った、まあこれから小白も出るんですけどね、ここまではいい樹種と、ここからまた、いい樹種とっていうあの樹種によって違うと思うんで結論はやっぱりもう輪郭揃えるとでなんでかっていうと芽吹きがいいから、はい、失敗しても大丈夫だよっていうことで剪定をしてですね輪郭を整えて鑑賞すると同時に、先端の強めを切っておくことで来年の春の芽出しをに期待しましょうと、うんはい、懐からなんですねこれいつ頃までこの作業をあんまりね秋ぐらいやっても10月ぐらいまでかなうんうん、でもうそれが以降になってくるともう休眠期に入ってくるんで反応しないって言ったらあれですけど、うんうんうん、やっぱり強いところ切られてね初めてえっていう風になるわけでそこら辺が今10月ぐらいまでかな雑木はとね冬は切っちゃダメなんですか冬はねあんまりやんないですね、うん、冬はこれはだから去年も議論になったんですけど楓をやるかやんないかってああ楓水服とかそういうこと水服とかっていうんで11月以降だからさっき私10月までって言ったんだけど11月以降はちょっと危険に範囲に入ってくるんで、うんうん、楓はちょっと両方の話があると思いますここで私はずっともうバチバチ切ってました、はい、それこそ楓はもう本当に深く切っててだけど、水服よっていう人もいるし、まあ、私はちょっと吹いた経験がなかったんでわかんないですけど、うん、もみじはもみじはやらないやらないですよ ね, ここでね水吹きますよね吹きますよね、うん、11月あ12月以降ですかねなので楓はまたちょっと今年チャレンジしてみますかねそうですねその辺はねちょっとはっきりした方がいいと思うんで、うんまたちょっと切ってみて水が吹くかどうかっていうのはねチャレンジしたいと思いますけど、はい、まあということで、雑木は思い切って切りましょうと、うん、はいということでよろしいんじゃないかと思いますはい、はい、雑木に失敗はない、うん、雑木に失敗はないですはいということで、はい雑木編はこれぐらいでじゃあ次回は小白編で頑張ってみたいと思います、はい、秋の剪定です ね9月やることいっぱいありますんでご紹介したいと毎月言ってるような気もするけどそっかはい、はい、ということで以上ではい、ありがとうございました。